凌介は、はい、ピーズの音楽とはいつ頃出会ったの？俺は、中学ぐらいですかね。おお。最初に、うん、俺、スピッツが好きになったんですね、うん、日本のバンドだと。それでスピッツ好きになってから、うん、いろいろこう、その、掘るというか、うん、いろいろバンドが好きになって聴くようになっていって、なんか全然、スピッツからピーズってすげえ距離感を感じるけど。そうなんですかね。なんていうの、マサムネくんと、はい、確かにキャラクターは真逆です、ね、キャラクター的にはものすごい距離感を感じるけど、でもじゃあスピッツから入って、そうなんですよ。まあでも日本のその世代の、日本語がかっこいいバンドっていう感じで、それで、うん、後からなんですけど、うん、実験音号って曲が、うん、リハビリ中断ってアルバムに入ってまして、うん、リハビリ中断とその後ちょっと後に出たトモフスキさんのアルバムも一緒に聴いてて、おで実験音号と。天国は天国じゃなさそうってこれトモさんの曲なんですけど、うんうん、をばっかり聴いてた時期があって、で、俺それ二人が関係あるって知らなくて、あそう関係あるっていうかまあ、あ双子だと知らなくて、知らなくて聴いてて、へえ、だからその例えばそのカステラとかそういうのも後から知ってるっていう、まあ世代的にそうだよね、そうです、うん、そっから好きになって、うん、で、まあ自分もバンド始めてからですけど、うん、なんていうかアルキネマと、うん、あれ出てから。よりこうちょっと近くなったっていうか、あなるほど、はい、特にこれ好きっていうのはまあ今日やる曲は置いといて、なるほど、あとは実験音号、今日やる曲もカバーしたことあるんですけど、まあ、実験音号もやったことあって、うん、あなるほどね、まああれいい曲だよね、そうですね、とか、うん、あと他のはさ、好きでもちょっと歌詞が歌いづらいなみたいな、あそれおっしゃってましたよね、うん、前のやつでもそれはあるし、あとコード進行とかもすごい難しいんですよ、難しいね、だからティーンエイジャーの時に好きになって、うん、練習っていうか聴いて覚えるのすげえ難しかったの、ね、そうだね、でカバーしてみたらさ、このコードにベースはこのルート音じゃない、このベースを弾いてたんだとか、うんうん、紐解いていくといろんなこうなんていうかな、レシピを知ると余計面白いっていうか、そうですね、うん、いろんなそれが本当にすごい考えまくってそうなったのか、うん、多分天然なのかっていうのはもう聞いてたら分かんないんですけど、いやでも意外とね、アル君キャラは天然っぽいけど音楽のことに関してはもうがっつりちゃんと論理的に考えてる、だからすっごい綺麗なんですよね、いやすごい綺麗、マジックがちゃんとある、うん、音楽力はもう相当高いっていうか、なるほど、うん、コード進行とか、まあ、すげえ真面目になっちゃいますけど、うん、普通にちょっと勉強になっちゃうっていう、そうだよね、すごいですよね、なんかメンバーとのエピソードある？すごくハルさんがハルさんだなって思ったエピソードがあって、うん、まあ、やっぱ後輩、めちゃくちゃ後輩だから下から見てるじゃないです か、うん、だから酒飲みとかそういうイメージは当然あったんですけど、うん、本物だなって思ったのが、うん、初めて弾き語りで一緒になった時に、うん、モーサムのモモさんとか、うん、酒飲みだなまた、そうばっかりいて、うん、それで楽屋でも飲むのは当然だと思ってたんですけど、うん、競馬新聞読みながら、うん、リュックから生茶が出てきたんですよ、うん、ペットボトルが、うん、半分ぐらいの生茶が出てきて、うん、それに紙パックの黒霧を入れてシェイクして飲んでたんですよ、ハルさんがお茶なんだと思ったら、そうそうなんですよお茶割り用のお茶だったっていうさすがですと思って恐れ入っちゃったのと、あともう一個、飛行機に乗る、まあ、なんかツアーだったか忘れたんですけど、うん、飛行機に乗る用事があって、羽田に向かう途中に品川駅で乗り換えて、うん、京急ってのに乗るんですけど、うん、その時にハルさんにばったり会って、で俺その時ピーズ T シャツ着てたんですよ、たけしさんっていう人が T シャツ作ってて、それがかっこよくてすごい気に入って着てたんですけど、うん、本物だと思って声かけようと思って、まあ、一回それ引き当たり一回一緒になってたんで、なるほど、うん、であ佐々木ですっつって言ったら、うん、あ久しぶりみたいな感じだったんですけど、うん、その時もバッチリ競馬新聞持ってて、うん、俺は今から大井に行くっつってさすがですって思ったっていう、そうだ、ね、僕の中の2大春さんエピソード、こうあってほしいそのままだったんだねめちゃくちゃそのままでしたね感動しましたねじゃあ、はい、まあ、今日は2人で、はい、まあアコースティックな感じで、そうっすよね、ちょっと俺はね、ギターなんだけど、オクターバーを使って少しベース的な役割を、なるほど、楽しみですね、やろうかなと思います、はい、じゃあまあ選曲は凌介にしてもらったので、はい、その曲を発表しましょう、はい、みんな大好き、うん、日が暮れても彼女と歩いてた、みんな大好きだよ、ほら本当に大好き、うん、ね、名曲、はい、うん、じゃあ頑張りましょう、はい、よろしくどうぞお願いします。
でよ、シャミから酔っ払ってよ、いいよな、会いたかったよ、日が暮れても彼女と歩いてた、日が暮れても彼女と歩いてた、彼女と歩いてた日が暮れても彼女と歩いてた日が暮れても彼女と